変異単調は西洋音楽における調の一つで変異音を主音とする単調である。調合はフラット7箇所で5つあるすべての国権が用いられる。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の古音,音を省略した形とみなされることがある。 その他のコードネームも実際の楽譜では異名同音的に変えられることがある。滅多に書か,かれない調べであるが、異名同音はエイトでありロマン派所かの好んだ変異蝶々の同盟単調として大きな力がある。平行調は天調などで変派蝶々を使うことが考えられるが、基本的にはその異名同音蝶の長調,調が用いられる。古典派のベートーベンも使用しているが、 ロマン派音楽の時代にはさらに進みろ蝶々、変異蝶々の連絡役としての活躍がある。バイオリンの場合 A と、単調音階は、独夫、演奏しづらいが、変異単調と読み替えると演奏しやすい。尊と読むと運指が混乱するが、変異蝶々と読むと、理解しやすく、その同詞蝶に当たるからである。2台のピアノと管弦楽のための、競争曲変異単調作品 88A その他は、 カテゴリー変異単調を参照ありがとうございます。